Japanese archaeologists claim that Japanese ancient music was first imported into Japan from China. However, artificially, it differs from the music of the corresponding Chinese form, Yayue, which is a term reserved for ceremonial music. One of them, they claim, is Gagaku, classical music at Imperial Court in Kyoto.日本の考古学の先生たちはこう主張しています。日本の古代の音楽はアジア大陸の諸国からもたらされたものであると。例えば雅楽についてもアジア大陸の諸国からもたらされた音楽や舞に上代以前から伝わる音楽や舞が融合し日本化した芸術であると。そして10世紀中頃までに大まかな形態が成立し、今日まで伝承されていると。つまり、この日本には何もなかったという先入観がその前提になっているようです。が、本当にそうでしょうか？あとは何でもかんでも、トライ、トライ、トライ文化と。こうした発想そのものが私はおかしいと言っているのです。現に今、この世界で1900年前の音楽を今に伝えているのはこの日本を置いて他にないのです。この日本を置いて他にないのです。肝心の中国にもアジアにもないのです。琉球音楽が日本へやってきたと主張する人もいますが、沖縄音階と日本の古代音階であるヨナ抜き音階とは明らかに違います。日本のヨナ抜き音階は世界でも類のない音階なのです。しかもそのヨナ抜き音階は現在私たちが知っている西洋音階の基本となった可能性があるのです。4番目と7番目の音、つまりファとシを抜いてヨナ抜きになったのではなく、実はその逆。私はあくまでも今の段階では仮説ですが、ドレミソラの5音に、つまりヨナ抜き音階と言われているものの5の5音に、その後半音階のファとシを加えて現在の西洋音階の7音になったのではないかと。もっとも今のところそれ以上の証拠はありませんが、私林博士はそのように考えています。博士林、浜松シティ、ジャパン。では画面を見ながら説明します。雅楽です。雅楽そのものはですね、卑弥呼の時代にあったとはこれは断言できませんけれども、その基本となったいわゆる日本音階、ヨナ抜き音階ですね、別名天八逆六法とも言いますけど、それはあったと考えられます。1900年の歴史があったと考えられています。卑弥呼の時代にすでにあったということですね。でその後ですね、大陸あるいは朝鮮半島から、東楽あるいは駒楽が日本へ入ってきて日本の古来の音楽と融合したってことは、これはあり得ると思います。現代の日本でも、そういうことが日常的に起きてますよね。で古代の、日本のですね、音楽について考えてみたいと思います。で日本があります。そして、ここにですね、国ぶりの歌舞という日本の古典音楽があったわけです。そこへ、大陸から東楽あるいは朝鮮半島から古満楽というのが渡ってきたということになるわけです。で日本音階というのがもともとはあったということですね。そしてそういう流れの中から日本独自の楽器も生まれていったということになります。
では、ヨナ抜き音階について説明します。まあ、簡単に言えばですね、4番目の音と7番目の音が抜けているから、ヨナ抜き音階と言います。で、日本固有の音階、すなわち五音音階が生まれたというわけです。で、4番目のファと7番目のシがない。で、ドレミソーラとなるわけです。で、まあ、日本のヨナ抜き音階が生まれた。このヨナ抜きという言い方がそもそもおかしいわけですよね。まあ、もともとは、いわゆる、まあ、7音からなる音階があって、それから2音抜いたというふうに考えられているわけです。で、破音階のファとシを抜いたと。で、ヨナ抜きとなったというわけですね。それが日本の、まあ、固有のですね、日本特有の、いわゆる、まあ、古典音楽の基本の基本的な音階となったというわけです。ですから、ドレミソラドと、そのように、まあ、なったというわけですね。ですから、4番目と7番目が抜けたので、ヨナ抜き音階と言います。で、他の音階と比べてみます。まあ、ヨナ抜き音階がですね、琉球音階とも言われてますけども、沖縄音階とも違うということです。で、そのヨナ抜き音階で作られている代表的な曲が木曽節です。どうかお聴きください。結論ということになります。日本には日本特有の日本古来の1900年の歴史を持つ、ヨナ抜き音階というのがありました。別名、電波地逆六法という音階があったわけですね。そしてそれが現在の今に伝わっているということになります。言い換えますとですね、ヨナ抜きという言い方ではなくて、ファとシの音を抜いたからヨナ抜きというのではなくて、もともと五音であった。まあ、音階にですね、ファとシを足して7音になったとも考えられなくもないわけです。そしてそれが現在、西洋音楽の基本となったと考えられなくもない
ということになります。というのもですね、まあ、多分日本音階の基本はですね、あるとしたら残っているのはエジプト音階ということになりますけども、エジプトには今何も残っていません。ですから、まあ、現在のところですね、日本音階が一番古くて世界の音階の基本になっているということですね。ですから、ヨナ抜き音階ではなくて、むしろ西洋音階の方がですね、日本足し音階ということになるのではないでしょうか。というのが、まあ、私の今のところの仮説ということになります。まあ、これから先ね、それについてはもっと詳しく調べてみたいと思いますが、そのヒントを握っているのが、言うまでもなく、ピタゴラス音階です。それについての動画をこの後につなげておきますから、どうかご覧になってください。つまり、音楽の世界においても、日本は世界をリードしていたということになります。Bye for now.